これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い。水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。でどうしたんだ。ちょっと気になることがあってな。お前美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくる奴がいるかもしれねえからよ。でどうだ、そういう奴に出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて青龍会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを青龍会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。はどうやら佐々木も青龍会に行ったらしいんだ。佐々木が職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が青龍会に行ったって情報は確かなのか。うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ。俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、青龍会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の青龍会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、
あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物干し竿がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのな、腐れ縁っつんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ。ナンバー足立さん、世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。